でまずね、生地を作るので、はい、こちらの機械を用意しまして、画面どうか、うおどうもこんにちは、ジャケミです。どうもです。ヤマです。アメリカではメジャーなシカゴピザを本気で作ってみた。盛り上がりがすごい。今日は、ね、うん、このスタジオをね、いやスタジオをお借りして、うん、豪華、すごいよ。ごい、なぜこれを借りたのかと、うん、いうことですけども、はい、シカゴピザってご存知ですよね。知らない方も結構いるかな。そうだね、そうだね。日本ではそこまでメジャーじゃないかもしれないね。俺たちはなんか一回食べに行ったことがあるよね、レストランに、うん、アメリカにはそのニューヨークスタイルピザの他にシカゴスタイルピザありますっていうものがある。それがすごく実はメジャーで人気なんですよっていうのを昔食べて知ってはいるんだけど、改めて実際作って本格的なものを食べたいなという企画でございます。いい、はい。あれどういうのがシカゴピザですか。はい、シカゴピザっていうのはね、普通のピザっていうのは今回だよね、ドミノピザとか、はい、そうね、薄いよね。ニューヨークだったらもうちょっとちっちゃいね。そう、イタリアだったらもっとこんなだからね。そう、ペラペラだからね、うん、シカゴピザっていうのはね、もうピザの円がこんくらいで分厚さこのくらい。はい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 。何でこんな分厚いかというと、うん、チーズなんですよ。普通生地の上にチーズとか何か具材が乗ってるけど、うんうんうん、中に入ってるっていう、そういうことだよね。そういうことなんですよ。本当だよね。だからそのピザの形で切って持ち上げると、そのチーズの伸びが素晴らしいんですよ。はい、伸びるんですね。日本では食べられるんだけど、うん、その日本で売ってるやつってね、うん、結構ちっちゃいのよ、うん、このくらいなの。マジで一緒に行った時さ、うん、実際出てきたらこのぐらいだった、うんうん、え厚みがあるから、厚かったからね。お腹いっぱいにはなったけどね。なったけど、はいはいはい、今回は、はい、そのアメリカの本場をもうなるべく再現ということで、はい、現地でも提供されてるサイズのものを用意しますので、シカゴサイズ、はい、ちょっとその型持ってきますね。はい、こちらでございます。でけえ12インチ。ピザにしてもまあまあな方よ。まあまあだね。確かに体積で言ったらすごい相当よ、これは。アメリカ現地でシカゴピザ屋さんに行くと、12インチが一番ちっちゃくて、12インチ、16インチ、18インチうわっていう感じで言われてますから、 MacBook Pro これにこの生地をこういう風にして、はい、もうタプタプにして焼くと。そうです。夢夢で今回生地から作りますから、はい、ソースも一から作るし、中に入れるイタリアンソーセージも一から作りますから。ソーセージを一から、ソーセージも一から作りますから。マジで。ひき肉から作りますから、いろんな調味料を入れて。へえ、すごいね。今回はね、YouTuber の方を参考にさせていただきました。ああ、アメリカのクッキング系で結構人気な方のレシピを参考にさせていただきまして、 Davish Culinary Universe っていう方のチャンネルなんですけど、まあ、このレシピ1228万回も再生されてますから、間違いないと思います。間違いないですね。はい、行きますか。はい、やりましょうか。はい、はい、まずね、生地を作るので、はい、こちらの機械を用意しまして、スタンドミキサーってやつなんですね、これはね。売ってんのこれ。これはアマゾンで一応売ってる。売ってる。2万ぐらい。2万ぐらい。結構する。変な先端のやつが必要ってことだね、この。そうなのよ。これはね、これね、生地を作る用の先端なのか。こうやってなきゃいけないんだ。そうそうそう。ね、これが、これ専用ボールですね。専用のボール。専用のボールがあります。レシピを見れば誰でもできるんだ。誰でもできる。これは必要だけど誰でもできる。そこに常温の水を 244ml、まあ、これ微妙な数字なんですけど、うん、レシピがあの温数とかだったので 2L に変換すると、うんうん、こんちゃいますね。そこにアクティブドライイースト、アクティブドライイーストかっこいいな。アクティブドライイーストを 64g、 アクティブドライイースト、はい、これイースト菌って初めて見た。発酵させる時とかね、うん、入れたりするんだよね。で小さじ1の砂糖を入れます。あ、もうパンの匂いがする。本当だね。はい、入れました。はい、これを10分間放置します。混ぜるとかしなくていいの。混ぜるはしなくていいです。へー、すごい。で、うん、別のボウルに、はい、今度はね、粉系を入れていきます。粉系、オールパーパスフラワーを。オールパーパスフラワーですね。はい、小麦粉。あ、すごい。そうそうそういや、フラワーってさ、言うよね。そうそうそう。それを 354g。 あ、だ、あと1。あ、おぉ、ぴったり。次に、コーンミール、こちらを 71g。 あんまり効かないよね、コーンミール。効かないね。トウモロコシの配乳のみを引き割りにしました、うん、結構このシカゴピザでのこのコーンミールを必ず入れてて、どのレシピも。そうなん、大事なんだよね。結構ね、コーンミールの感じが出てるかどうかっていうのは大事らしい。へえ、そうなんだ。黄色いね。で、塩を小さじ 1.5。 はい、次、クリームオフタータン。
なんでクリームオフタータン。クリームオフタータン。樹石酸水酸カリウム。これは添加物ですよね。添加物。そう、これを入れることによってふわふわになるんですね。膨らむんですね。なるほど。はい、なんか若干がこの小さじ8分の1。小さじ8分この量に対して添加物ってこんなもんだから。そうだね。ぐらいいいんじゃない。いいと思う。はい、はい、そしたら全体が混ざるように混ぜてください。なんか気持ちいい、ふかふかです。おっ、10分経ちましたね。ああ、うわ、なんかギリギリになってる。そしたら今度はこれをこっちに入れてください。お菓子作りしてる気分になってたけど全然ピザ忘れてる。そこにサラダ油78ミリリットルと大さじ2。何これって感じだね。今のとこまだ美味しそうではないね。次にこれにかけます。これね、これ吸盤になってるんですよ動いちゃうから、ね、そっか。これをセットして低速度で 1、2分、ミディアム速度で 7、8分をやりますので、まずはとりあえず1分いきます。多分今回かも。これで 1、2分。はい、まあでもなんか固まってきてる感じがする。そうだね、こうボロボロっとしてきたっていうかね。こんな感じでいいかな。こんな感じ、オッケーオッケー。確かに。で次8分。あ、なんか逆に、なんか粘り気が出てきて、食べ過ぎてきた。いやー。どうなんだろう、これは。一回食べ過ぎた。なんか硬そう。うん。この形から崩れないから、それなりの硬さはありそう。うん。これちょっとこねます、これを。こねるんだ、まだ。はい。ちょっとだけこうまぶして。うん。あ、でも結構、いい。になって。はいはいはい、これをどんどんこねるんですよね、うん、最後のこの手の段階こうやることによって、うん、よりもうちょっとね硬くなるらしいんだよね。実際すごい硬くなってる感じある。あるんだ、さっきよりも、うんうん、空気を抜くみたいな、うん、あ、そうかもしれない。それもあるかもしれない。ボウルにサラダ油をコーティングしてほしいの、ね、内側を。アメリカってサラダ油ってあるの？ある。あるベジタブルオイルっていう。ベジタブルオイルって名前なんだ。そうそうそう、あれきれいにして、うん、焼きたてのホットケーキみたいじゃない。確かに確かに。蒸しパンみたいな空気穴みたいなのがあるんだよね、うんうん、手にサラダ油を塗って、はい、上にも塗ると、はい、サランラップを上にふわっとかぶせて、これを今から膨らませますので、膨らむんだこいつが。やっぱりそうです。1時間から1時間半置いときます、うん、はい、はい、これは常温で置いといて。常温で置いときます。どんぐらい膨らむんだろう。倍ぐらいまでいくらしいです。あ、そうなんだ、うん、じゃあ置いときましょう。はい、ということで、1時間後また戻ってきます。はい、はい、これ待ってる間に、はい、トマトソース作っていきたいと思います。はい、まずはこのボウルにトマト缶を開けます。 567g。 潰れてないやつ。そう、潰れてないやつ、はいはい、カットじゃない方がいいんだ。シカゴスタイルのピザって、うん、結構大きなチャンクのトマトが入ってる。なるほど。だから手でやった方がね、大きめに調整できるんだね。粗い感じの方がいい。そうです、そうです。指でね、こうどんどんちっちゃくしていってほしい。うわ、どのくらい。こんくらいまでね、やっちゃってくれ。はいはいはい、うん、まあ、いいのかな、こんな感じで。あ、結構もういいね。割といいと思う。割といい。次に玉ねぎをみじん切り、はい、あれ、これは玉ねぎはどうしたらいいみじん切りっていうのはだから線をこうやって入れてさ、こういう向きに、うん、こう入れてこの後でこう切る。そう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 。いいですか？ね、いいんじゃない？いいよね。大体大体あれだよね。大体いいよ。うん。ほらほら。ほら。いけてる？うん。やるよ。やりますよ。はい、次はニンニクを4かけら剥いてください。俺ニンニク人生で初めて触ったかもしれない。この状態から。まあでもチューブとかね、あるじゃん。刻みニンニクとか使ったことあるけど、包丁でね、バーンと押すとね、どういうこと？組み上げる。こういうこと？そう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 。パキッていくぐらいまで。こういうことね。はい、そしたら今度はフライパンを用意してもらって、はい、オリーブオイルを適量。どのぐらい？オリーブ適量。これは。じゃあ俺の方適量でやっていいんじゃん。もうちょっといいんじゃないかな。いいと思う、いいと思う。よしよしよし。で中火で、ただ玉ねぎオイル。はい。ある程度火が通るまで。ニンニクを潰します。これをプレスして入れてください。たまにさ、ラーメン屋さんでこれあるよ。
あるある、ね、あるうわすげえ匂いする臭いみたいな言い方しないでよ絶対いい匂いだもんこれ、まあ、悪魔的な匂いがするね、うん、オリーブオイルとニンニクだけで美味しいよ確かにそうだねこれはやばいねうまそう美味しそうだねうまそうこれあれですよピザ作ったって言ってますスパゲティ作ってるとかじゃないんだもんねピザですからこれ、うん、あーいいねあーいいねいいいい次、レトルシェイクオブオレガノ何それオレガノリトルシェイクそう、レトルシェイクそういうことかいやーって感じオッケーオッケーどっちが合ってるマジでもいきましょうはいマジでオッケーこっちが合わせてるから次に、トマトペーストというものを使いますペーストも入れるんだそう、これはね、コクがあってね、すごくね、凝縮されて美味しいんですねへぇ、すげえ。なにこれこれね、美味しいね、これ6倍濃縮だってなんか、うわ、ほんとだね色も濃いし、うん、ほんと辛そうじゃない、うん、辛そう、辛そう普通にね、トマトの味へぇー感じトマトからしをこれ追加しますイエーイうわーうわすごいね美味しそうこれがピザなんだもんねピザですかピザのソース部分うんこれだけでうまいよしそうだと思うわこれにパスタ混ぜてもうまいもん、うん、そうするそうしちゃう？どうか麺で。いや、ピザ食べようよ。買ってきたんだからさね。で、大さじ1砂糖。はい。追加します。はい。で、この状態で定期的に炒めながら2、30分煮詰めるというか。そうです。今度は生地に戻ります。こんな感じになりました。でかくなってる。結構大きくなったね。うわ。うわ。で、こいつを今度はスキレットに。伸ばしますまずここにたっぷりとサラダ油を塗ります揚げるぐらいの勢いだからマジそうサクサクになるんだからなるほどああ周りがあの銀だこ戦法ねそうそうそう、はい、そうですいくよたっぷりとねはい OK あれ思ったより俺も思ったかと思ったけどいやそうだねこんなもんかでもこんなもん塗るだけだもんねそう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 これをこう伸ばしていけばいいんだよねはい端っこまでね行ってくれ、うん、うわいいね生地がサクサクになるんですねすごいいいね次にチョコの銅私がやりますはいあんまりね銅って言わないよね我々日本人的には言わないコストコに、うん、こんな箱のクッキー銅クッキー銅ってこうしてこれをどんどん広げていくからピザっぽくなってきたこれをね、わあいいね上までねキャーンいってほしいからなるほどそう支えるためにチーズをそうですうわこのデカさはすごいなこれはすごいよねこれラップして、はい、もう20分間ぐらい放置します続きまして、はい、イタリアンソーセージを作りますはいはいはいひき肉ポークを、はい、まあ 400g ぐらいニンニクぐらいポーク、うん、今から入れ物を全部バーコンって入れて手でこねて、はいイタリアンソース完成しますバーコン入れて塩 7g、はい、ブラックペッパー 1g、はい、パプリカ 3g、はいチリフレーク 1g、はい、セージ 1g セージセージって言うんだよあセージさんじゃないかなガーリパウダー 1g、はい、砂糖 5g、はい、テネルシード 2g テネルシードレッドワインビネガー 5g レッドワインビネガーそれを全部あります、はい、もしかして全部覚えた大体セージ 1g しか覚えてない一番になるブラックペッパー1って結構だよねうんあのブラックペッパーって無限だわいつまでもゼロなんだけど2年ぐらいかかるんだよもういつでもやってるやついるけどゼロでしょこれぐらいでいいよこれぐらいでいいおおオッケーやっぱちょっとこれで 0.5 なんだやっぱそう思ったってペソは少ないんじゃないこんなにあれまた戻るとこでしたのパプリカパウダー、うん、もう見た感じあこんなに入れなきゃいけないんだっていうじゃあ胡椒は本当に足りなかったわああなるほどね結構入ってるって思うんだよね入ってるよいやもういいと思うけどねもうそれぐらいで全部使い切ったりしてそうだよねまあ合計 0.5 ぐらいになってると信じたいセージ 1g 葉っぱみたいなやつなんだ、うん、そう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 これはもうそう本格的だね。ねえ、すごい。これ美味しそうだな。これさ、最後になんかに詰めたりするわけじゃないんだ。腸詰めにする。ソーセージ。いや、そういう感じでもならない。そうだね。感じかな。はい。そしたら、はい。ソース、出来上がりました。やったー。おめでとうございます。
いいねー、うん、こうやったら壁ができるぐらいの硬さになったら成功。なるほど。今度はチーズ、肉、トマトソースでいきます。 OK です、はい、チーズは2種類、はい、2種類下のレイヤーにプロボローネチーズっていう種類のチーズと、その上にモッツァレラチーズ。なるほど。水分がないモッツァレラチーズを使います。あ、水分があるとダメなの。タポタポになるから水分があるチーズだとあまり望ましくないんですね。なるほどですね。こちらがプロボローネチーズ。はい、はい、これはコストコのチーズコーナーに売ってました。はい、餃子の皮みたいじゃない。ね、そうなんですこのチーズ美味しそう。いや、美味しいよ、これ、うん、パンとかに塗ってもすごく美味しい。うわ、まあ、こんくらいかな。それよりも多い分量でモッツァレラを使います、はい、うわ、これ贅沢だな。すごいよね、やっぱこう見るとね、チーズの量半端ない、うん、マジで太る。いや、マジで太る。これは日本のさ、同じようなとろけるチーズみたいなのとはさ、厚みが違うもんね。全然違う、うん、これはやっぱとろけるチーズじゃないんだよね。このとろけるチーズじゃないね。その水分が入ってないチーズだから。そう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 、ちょっと珍しい、うん、かな。でもね、そのとろけるチーズでもいいと思うんだよな。丸っこくてさ、水っぽいさ、モッツァレラチーズってあるじゃん。あるじゃん、あれじゃなければいいの。なるほど、なるほど、なるほど。チーズレイヤー完了。はい、はい、次ソーセージレイヤーを作っていきたいと思います。はい、ソーセージは、はい、このくらいの大きさにこう一個ずつちぎってもらって、それぐらいでまあ半平らで、パパパパパパパって乗っけてもらえる。そういうことか。こういう風にして、そう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 、こうやるってこと。そうだね。肉うまそうだね。うまそう。いいか、こんな感じで、うん。そしたら今度はトマトソースを上から盛ります。トマトレイヤーは、ね、薄めでいいね。全然。なるほど、薄く広げる感じになる。そうそうそう。これは日本では食べれるとかないだろうな。よし、これでオーブンにぶち込む準備ができました。よし、ついに、はい、215度に、はい、プリヒートしたこれに入れたいと思います。はい、25分から35分、はい、焼きます。よし、はい、いってらっしゃい。いらっしゃいますね。イエーイ。これはすごく美味しいものができるんじゃないですか。いいぞ。ということで、うん、ちょっとある程度冷めたので、うん、開けてみたいと思います。はい、いやー楽しみです。いきます。はい、オープン。あー、めちゃくちゃ美味しそう。すごい、すげー、これはうまそうだわ。これはうまそうじゃん。やばい、うまいね。まだ熱かったらね、これを上から振るんですよ。なるほど。まあ振ります、はい、熱くなかったら振らないの。まあなんか溶けないかなと思って。なるほど。まあでも別にいいと思うな、もうどうでも何をしても美味しいと思う。今さらこの程度でどうかできるさ、やばじゃないよな。そうなんだよ。マジでどうなってんのこれ。ね、全く予想できないな、中身。ね、では、はい、いきます。中身どうか。うおー、これよ、すごいよ。シカゴピザってこれなのよ。マジかよ、これっすよ。滝の裏に入ったみたいな。この感じね、美味しそうだよね。これ食べましょう。これ食べましょう。え、これどうやって食う。これね、フォーカンのナイフ。あ、だめ、ね、いただきます。いただきます。やったー、うまっ。これはやばいわ。うまい、これはうますぎる。すげえうまい。ソーセージめちゃくちゃうまくる。うまっ。ソーセージもう一面に敷き詰めてもいいかもね。全然、うん、そのぐらいうまい、うん、ソーセージ。やっぱさ、当たり前だけどこの生地を食べてるみたいなのはそんなに ないよね、うん、ソース、チーズ、ソーセージが、うんうん、こういうことなんだね、うん、超シカゴピザっていうのは。そうそう、それなりの厚さがあるはずなのに、うん、もう存在感が出られない。ほんと、バカバカ。あと、食い切れないの。うん、もう分かんない。普通のピザの日じゃないぐらいのボリューム。肉もね、美味しいわ。あの、多分コーンミールが効いてるんだと思う、これは。コーンの香ばしさあるね。うん、うん、美味しい。やっとした感じよね。そうそうそう、うん、その感じもすごいシカゴピザならではの。パンの部分の粒子がでかいっていうか、うん、この感じはあんまないよね、他に。うんうんうん、ピザの生地って感じとちょっと違うよね。うん、違う違う。これはみんなで作って食べたら楽しいだろうな。もう一つ感じたのが、うん、生地
銅の配分がちょっと難しいなと思って、うん、耳と多すぎたかなと思った。もうちょっと真ん中ら辺にも厚みがあるような感じでできたらいいなと思った。うん、耳をもっと薄く伸ばして、うん、ここを残しとくみたいな。そうだね。確かにね。いやでもマジでうまいよ。うん、でも美味しかったね。日本のオーブンでやるときには、うん、まあ、成功したけど、うん、まだやっぱり工夫はできると思うな。はいはい、でこれ一番下に置くのか、うん、真ん中ら辺にパネルを挟んでおくのか、うん、もうちょっといいレシピに、うん、ご参考にできる可能性もある。料理研究家の人に。そうだね、そうだな、研究してもらってもう一回そのレシピもらってそれでやりたいよ。そうやな、俺らの実力ではやっぱりなかなか正解を見つけるのは難しいけど、うん、でも今日はうまくいったんだ。いやこれはもう成功、うん、正解だと思うよ。これめちゃくちゃうまい。シカゴピザの魅力を感じていただけたという、うん、はい、いやありがとうございます。いやありがとうございます。よかったです。よかった。これはぜひね、はい、ちょっと大変だけども、うん、やってみていただければと思います、うん、はいはい、ではこの動画を見てシカゴピザ食べてみたいなと思った方ぜひ高評価お願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。え、何キロ入れたっけ。チーズプロボローネで400g、これ3パック使ったから800ぐらいチーズ使ってる。やっと、ご褒美の時だけだねこれは。そうだね、これが食ったらもう1週間ぐらいはもう本当に精進料理みたいなしか食えない。いいと思う、それでまして。